さっき言った天皇制度、神武天皇以来ええ。の、天皇制度って明治維新前はあの制度と違うんですよ。違うんですか？違います。だって明治になって天皇になった方がまず4人います。さあ、皆さんご存知なのは大友の皇子、壬申の乱で、ね、大海人に負けた天智天皇の息子、あれ天皇じゃなかったんですよ。だから明治になって天皇にしたんです。光文天皇、即位したり、この人、まあ、ちょっと調べて証拠もあったんだと思います。その他ね、前にね、天皇だったのに、辞めさられた天皇がね、二人います。一人は承久の乱ですぐ辞めさせられた。その二人も復帰して三人復帰します。これはだから、明治より前にその三人は天皇になってなかった。で、さらにもう一つ言うと、今、北朝南朝って分かれてるでしょ。地図見ると北朝の人とか。前はね、南北政治論ってのがあって、どっちだかはっきりしないって揉めたんですよ。しかも今の天皇家は北朝じゃないかと、昔は南朝のね、後醍醐天皇がね、足利尊氏という逆賊に勝って、皇位を守ったんだっていう思想があるから、神武聖徳とか、そういうのが持ってきたから、おかしいんですよ。で、それをはっきりさせろっていう話があったんだけど、これはまあ、なかなか良い決着つかなかったんだけど、結局、北朝は別系統としたっていう。つまり今の天皇家の先祖を別系統にしちゃった。で、一緒に合体して南北合体したって系図作ったのが明治になってからです。で、さらにもう一つ言えば、なんと大正時代になって新しい天皇、朝慶天皇を認めたので、大正天皇は確か122代だったのが120何代になった。変わったんですね。変わったんですよ、大正が。で、こういうふうになった系図が待って、古来からあったわけじゃないんですよ。明治になって、幕末から作ってきた上に、明治になって、いろいろつけて、今の系図になってるんで、あれが昔からあったと思わない方がいい。さらに言うと、女帝が2人いたんです。昔はね、仁光がもうね、応神天皇の母親も天皇だったという説があって、まあ、これはちょっと荒唐無稽ですが、あれが卑弥呼だという説まであったくらいなんですね。まあ、今は無理だろうと。しかし、女帝だという説があった。もう一人女帝がいて、その方がね、これもおかしいんですね。兄弟が、なんか、播磨国の牛飼いかなんかやって逃げてたのを見つけ出して、皇位継承させたって言うんだけど、よく天皇だって分かったら、こんな皇位継承もあるんだな。で、二人が皇位を譲ってるんで、お姉さんがね、いいの、会おうか、というお姉さんが、継承したっていう説があって、その女帝が二人いたんですね。だから、今の系統をね、昔からね、一貫して万世一系の系図だなんて思ったらば、ちょっと騙されてますよ。明治にできた系図です、これは。やっぱだから、よくね、皇室の問題っていうとね、例えば僕もね、非常に割と入って勉強したもので、尊徳ってありますよね。歴代天皇の言葉をね、まあ、編纂して解説をつけたようなものは、まあ、戦前からあるし、今もありますけど、それのダイジェスト版みたいなのもあるし、そういうのを勉強してね、わあ、ありがたいな、万世一系はっていう感じでまだ勉強してる人多いんだけど、もっと史学の世界、歴史学の世界はね、もう、いわゆる考古学的なものも含めてね、きちんと整理して客観的な事実を明らかにしないと、なんか、議論がずれてますよずね。れてますね。特に明治維新っていうのはね、皇室を復帰させるための革命ですから、江戸幕府に天下を取られたのは、皇族と華族と、まあ、公家ですね、一体になって、いや、万世一系があったんだという論理で革命した論理ですから、それに我々今乗っかってるわけで、幕末の時の天皇観と今とは違うと思いますよ。そうですね。で、また逆にその幕末の時の天皇観、それの延長の中でできた男系男子継承というものが、またそれが残ってるっていう残ってるだというけでね。すね。そう。皆さん分かりました、これで。要するにね、そんなに絶対的なもんじゃないということですよ、男系男子ってのはね。それは実際の歴史を見ても、天皇とか皇室の歴史を見ても、絶対化できない内容だと。だから、それともう一つ先生がご指摘されてて重要なことは、その時の時代に合わせてやっぱりね、皇位継承っても変わってるんだってこと。あえて言うと、男尊女卑社会って言ったらあれですけど、単純な言い方になっちゃうんで、もう家督制度から何からね、男中心になってて、女性に参政権がない。井上公使が言った大事な話ですよね。女性に参政権がないもとで、トップになるね、国の本当の人間のトップになる天皇がね、女性であっていいはずがない。バランスが悪い。
この考え方を裏返せばね、今男女同権どころか、まあ、女性も参政権あるし、まだまだね、まあ、時代 LGBT って話まで言っちゃってますけど、本当にみんながね、共生するっていう言葉にふさわしいね、平等っていうのはないのかもしれない。給与の問題にとってもね。でも、今だから女性天皇を排除するっていうのは、時代のあり方からしてね、これありえないっていうのは、これ常識的な考え方なんじゃないかと。私は思いますけどね。まあ、先生も多分同じ感じだと思いますけどね。もう一つだけで、あと、はい、今の女性のね、三笠宮、うん、高市親王という、今の彦様のおじい様ですね、戦後、日本国憲法ができたときに、意見書を出したんですよ。この憲法についてって、はい。それで、その中で面白いのは、実は女帝を認めてもいいと。つまり、新憲法に合致してると。しかし、政府案でいいと。認めなくていいと。なぜかというと、まだ女性の大臣もいないし、女性の社会的地位も教養も達してないから、今はこれでいいと。しかし、女性が社会的にね、教育を受けて、地位も上がって、大臣も出るような、総理にでもなるような時代になれば、女帝があってもいいんではないかって、皇族の三笠さんが言ってたっていうか、書いてますもん。意見書が残ってます。つまり、書かれてるように、女性を認めないっていう近代の考え方って、女性の社会的地位が低いから、なっては困ると。なる意味が参政権がないからとか、政治の中枢で働いてない。だけど、なれば、なっていいっていう裏返しなんですよね。そうですよね。で、もっと言えば、日本の女性の地位低いままだという有名じゃないですか。女帝ができちゃうと、女性の地位高めちゃうから嫌がってるんじゃないかなっていうことまで、僕らはもう考えてもいいんですよ。まあ、そういうことですよね。女帝ができちゃうと、女性の社会進出が増えるから、女帝は作りたくないっていうのが一つ。逆に女性を貶める、先ほどの話の中にあった、側室制度という、があれば、世の中は目かけというのははびこるというのと、ちょっと表裏一体の話ですよね、これはね。女性の置かれる状態とね。似てますね。だから、新憲法のかが病人間平等の概念からそのように外れてるんで、皇室は別だっていうんであれば、やっぱりそれは、じゃあ、同室別なのか、今の時代ね。で、眞子さまはなぜ憲法に基づいて自由に結婚したのかって、秋篠宮さまのご意見ってのはどういうことなんですかって。憲法と皇室は違うんでしょっていう。僕は疑問に思ってますね。そうですね。でも、三笠宮の話って、男系論者から違う観点で持ち出されるんですよ、これ。三笠宮高人殿下がね、男系論者だっていう言い方で。ちょっと違うよね。違いますよ。ちゃんと文字残ってます。いや、それでいいって言ったけど、まあ、それは当時だって、昭和20年の段階ですから、確かにだって、女子の進学率もね、そうですね。なじ戦前のそういう家制度も残ってる頃だから。ようやく一人二人大義士にね、戦後の戦後で、女性参政権が出てきたぐらいの。だから、それが三笠さんだって、三笠さんはですもね、なかなか言えなかったけど、時代が変われば、言ってるんですよ。まあ、かなり、僕は別の観点で、共産党の時代から三笠宮高人殿下、興味があって、っていうのは、僕の共産党の大先輩だった、もう死んじゃった参議院がね、研究してたんですけどね、ものすごいリベラルな方なんですよね。で、著作、古代オリエント文明と私の、僕持ってて読んでるんですけど、すごくリベラルな方なんで、そのリベラルな人をしてね、単純に男系男子の継承、皇位継承っていうのをね、信念的にこう認めるっていうのはないだろうな。やっぱりその社会事情はやっぱりね、見てのことだな。まだ女性の申請がないってことは無理だろうって、むしろかわいそうだろうって言ってましたよ。こういう時代に天皇になってしまって。面白いですよね。だからそういう、まあ、はっきりものをおっしゃる方だったし、まあ、後もね、僕はあんまり尊敬してないですけど、友人殿下ですか？髭の殿下。あ、髭の殿下。あの人は、女系でもいいんじゃないって途中で男系になっちゃったり。ああああでも、要するに価値観が要するに揺れてる時代を反映してる三宅なんだなって感じですよね。だから本当に興味持ってるんですけどね。はい、さっき言ったかは分かりませんが、女性三宅でね、その別な問題としては、今の三笠の三宅と高円の三宅って女性しかいないんですよ。そうですよね。もし娘さんがついたらこれ 女系になっちゃう、相続になっちゃいますから。どうすんでしょうね、将来。そうですよね。で、実は、ね、女性見分けってそこが問題なんじゃないかな。実は。問題の焦点そこだったんじゃないんだろうか。だってね、秘殿下が生きてらっしゃるから、三笠宮家あったって。ね、下子秘殿下、いなく、お嬢様が一人生きてるから、三宅過ぎたら、女系相続でしょ、これ。そうですよね。そんなに、ね。下手したら。どうしてもね。
まあ、いろいろ早口だったかですか。いや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 、あの、でも、いろいろね、こんなことにわたって、問題点が明らかになったと思うんですよね。皇室のあり方って考えるとき、今言った、ちっちゃい問題じゃないと思うんですよ、200の話もね。それも含めてね、今後考えていきたいと思いますね。で、私、この機会にね、本当に、誠に厚かましく お願いをしてですね、この暑い中にですね、出てきていただいて、お話聞いたんですけどね、先生のお話、本当貴重なお話多いんで、これからまたいろいろ、時期時期にいろんな問題持ち上がったときに、ちょっとこういう形でね、はいはい、お話をしていただければ。お役に立つんであれば。いやいや、とんでもない、貴重なお話ありがとうございます。はいはい、で、先ほど申しましたように、今週の多分後半以降ですね、今日のお話の元になったメモなんかも、先生とご相談して整理してですね、メールマガジンにしてですね、配信もしたいと思っております。ぜひですね、こういう機会にね、お読みいただければと思います。でまた、ですね、今日はもう、静岡に来てやってるんですけどね、また、必要な、何回、あるいはタイミングがあったらですね、また先生にお願いして、お話をお願いしたいと思っています。今日は本当にどうもありがとうございました。どうも、お疲れ様でした。